富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、こんばんは、スノーマンの岩本ひかるです。目黒蓮です。宇治屋プレゼンツスノーマンのそのまま、今夜はこのコンビでお送りします。お願いします。お願いします。去年の5月以来ちょうど1年ぶりの6度目のコンビだそうです。つけてた、つけてたよね。生きてたよね。うん、やってたよね。いや俺覚えてる。俺覚えてるよ。そしてね、あの報告遅くなりましたが、滝沢歌舞伎ゼロファイナル無事に千秋楽を迎えました。いやー、すごかったですね。はい、どうでした？いやでも楽しかったかな、終始。なんかやっぱ今年はこう初めてね、こうライブビューイングっていうのもね、生でこうお届けさせてもらって、うん、そうだね、俺は途中変面っていう演目があってちょっとヒヤヒヤしながらやってたんだけど、まあそれもいい緊張感だったなって感じかな。なるほど、ね。メムも楽しかった？楽しかったね。なんか楽しかった。なんかなんつうのかな、感慨深いというか、うんうん、こう一個一個がね、歴史がある演目だし、そうだね、歴史がある場所だし、はい、そういうのをね、こう考えながら感謝しながらやってましたね。はい、まあ、ライブビューイングでね、ご覧いただいた皆様、そして演舞場に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして、はいはい、昨日ですかね、うん、ニューアルバム I Do Me がリリースされました。うわー、ありがとうございます。いよいよね。いよいよ、いよいよですよ。リリースされたんですね。そしてそして、ほ、5月17日は岩本くんの30歳の誕生日でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、なんか、まあ、改めてね、抱負だったり。そうだね、うん、なんか30歳は、まあ、20代結構楽しかったから、うん、より30代しっかり楽しむために、うんうん、まあ鍛え直さないとなって思ってます。なるほど、はい。なんか結構節目だもんね。そうだね、30っていうのは。うわ、気づけばだけど、すごい。30歳になっちゃったよ。ここもそうそうそう、歴史を感じるよね。もう気づけばだけど、まあでもなんだろうね、うん、こう日々充実して過ごさせてもらってるなっていうふうに感じるんで、うんうん、いやいや、本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。どうす。そして SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。はい、ハッシュタグそのまんまです。聞きながら感想をつぶやいて、この番組を盛り上げてください。します。それでは今夜もスタートです。藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、この番組は藤谷の提供でお送りします。藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、番組前半はスノートークの時間です。はい、近況を話したり、メールを読んだり、ゆったりとスノートークを繰り広げていきます。お願いします。お願いします。それではリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。じゃあ、メメからいきますか。はい、いきますね。神奈川県、うん、ラジオネームドニーさん。お、スノーマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。滝沢歌舞伎ゼロファイナル映画生中継を見て気になったことがあったのでメールしました。ありがとうございます。滝沢歌舞伎の要ともなる歌舞伎が今回はオムニバスリレー形式で繰り広げられていました。そのスピード感に驚きながらも、滝沢歌舞伎の歩んできた歴史を感じることができました。またその中で最初の五右衛門では赤い熊取りだった岩本くんが、ラストの雲男の際には青い熊取りになっていました。役柄によって熊取りの色を変えるというのは知っていましたが、どうしてあんなに短い時間で変えられるのでしょうか。私の推理では重ね塗りをしているのではないかと考えているのですが、それだとうまく発色しないのではとも思います。よければ教えてください。ありがとうございます。このことですね。いや、これはさ、やっぱ、うん、確かに、うん、なんかそういうことを思う方も多いんじゃないかなと思って、え、どうなってんのっていうさ、顔って、うん、なんであのスピードでとかさ、変わるのとか思うんじゃないかなと思って。答え合わせしちゃうじゃん。そうだから、推理ではね、うんうん、ドニーさんの推理では、うん、重ね塗りをしてるんじゃないかと、うん、
まあでも発色とかが悪くなっちゃうのかなとも思いつつも、でもこの推理なんだって。おまずこの推理はじゃあ、合ってるのか。ブー。あー、ドニさん残念。ドニさん、どうしたドニーって感じ。どうしたドニーって感じかな、俺からしたら。いやでもね、ドニさん、ここから正解を聞けるんで。はい、正解はですね、はいはいはい、ゴエモンゼロの演目を終わって、うん、こう一回袖にはけて、うん、顔を全部落としてます僕は。全部落として、うんうん、もう一回瓶漬けって油から、うんうん、まあ、多分そのステージ上でそのままみんなが多分こうね準備するあの油塗って白い塗り始めてっていうあの状態まで一回落としてから白で塗って、で、はたいて青で熊取りするっていうのを1分半ぐらいかな、はいはい、で今ねドニさんもね今パニクってると思う、うん、マジかって、えっておいマジかって全部落として力もう一回やってんのそうなるよね。なんか落とさないパターンも稽古場の時にやったんだけど、うん、やっぱり赤に青ってこう紫になっちゃうし、うん、発色的にもそうだね、ちょっとなーっていうのでここだけじゃあこう消して青でとかいろんなパターンを考えてもらったんだけど、うんうんうん、なんかやっぱ誰もやったことないっていうのをさ、うん、まあ、今回スノーマンでもいろんな演目も含めてやらせてもらってるっていうところで、うん、まあ、ちょっと裏でも誰もやってないことやろうかなと思って、うんうん、1分半2分、うん、着替えも含めて多分5、6分かな、ね、全部ね、カツラも含めてっていう。だからもう1個の手順が何かしらのハプニングで遅れてしまったら、うん、多分もう間に合わないよね。そう、いやだから本当に裏でももう滝沢歌舞伎が省いてたね。そうだよねっていうこと。あ、そこまあ疑問に思うか。いや、うん、やっぱ見てる人はね、あのスピードで出てきたらえどうなってんだってやっぱ思うんじゃないかな。思うか、これ衝撃だと思う。動いてる時はね落とし、もしかしてだけど落としてるとは思わないもんね。うん、ドニーさん失敗だったな。まあまあでもこういう感じでやっぱ裏でも、うん、かぶいてるということで、あの答え聞けたのは良かったんじゃないかなと。いやドニさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はいはい、僕いきますかね。お願いします。はい、東京都、うん、カップの底に取り残されたタピオカさん、うん、一生懸命吸うよねそう、面白いスノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。突然ですが、はい、ヒカル君とメメに質問です。お、最近お二人はとても仲が良さそうに見えますが、うん、実際どうですか、うん笑どういうことというのも前回のツアー中は2人でいることが多かったとヒカルくんが雑誌で発言していたり、うん、つい先日の滝沢歌舞伎ではずっと一緒にお風呂に入ってるのは岩本くんとメメから発言があったりと実は裏で結構仲良しなのではと思えるエピソードが最近ちらほら見えることが多くなりました。うん、うん、普段あまり一緒にいるイメージがないお二人の最近の仲良し度合いを教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。おー、はいはいはい。これ、そこじゃ、フラフ、もうフロともになってっちゃうよ、話が。そうだ、まあもうね、こう、だからメメがその歌舞伎の時でも言ってて、俺は入りたかったけど、まあその着替えの都合上俺はそこに参加できなかった。あの会話で。いや、あれマジやばいよ。いや、俺ら知ってるじゃん、うん、その、あの後やばいくなったっていうのも知ってるじゃん。フロともだから、その、真相話してあげた方がいいんじゃない。まあまずそうですね、もう、滝沢歌舞伎に限らず、うん、ライブのツアーとかね、ここもう数年ですよね、1年とかの話じゃない、うん、まあ、佐久間くんと風呂とも風呂ともってこう言ってきたんだけど蓋を開けてみたら、うん、でここ数年一番一緒に風呂に入ってるのは岩本くんなんだよね、確実に。俺もねその感じは思ってたよっていうやつもお風呂で2人でやったんだよねそうそうそうこの会話もやったんだよね。そうそうそう。ずっとね。俺らさ、ずっと言ってたよね、だから。うん、ってこれ、俺らじゃないこれ。本当の風呂友はと。って。さ、言ってたじゃん。うん、したら、その、まあ、佐久間くんが、次の日か、あれ。そう、あれは次の日だね。俺が最初に佐久間と会ったのかな。うん、その時に、まあ、おはようって来る第一声の前に、うん、お前何時に風呂入ってんだよって言われて、え、わからないです。って言ったのそしたら分からないわけねえだろみたいな絶対お前は時間決めて入ってるはずだって言われてなんか怖かったから知りませんって言って
てめえっていうくだりもまずやったわけ。だよね、うん、それがその日の一番最初の出来事。そう、最初ので、あの日その普通に俺も歌舞伎の本番前シャワー行って、うん、シャワーの中から気配がしたんだ、人の。ほう。誰かいるなっていう。バッてなんか開けたらね、湯船に、湯船こう溜めて、アヒルさんを3匹浮かべて、お風呂の、あの湯船の縁に座って、なんか真っ赤っかになりながら、もうなんか、茹でたタコみたいな感じでなりながら、なんか待ってたぞみたいな。あの方だよね。そう。っていう話を岩本くんにしたんだよ。したら岩本くんが、岩本くんもあったんだよね、その日。大体だからメメはさ、うん、俺は45分前に入ってて、うん、メメは大体多分40分前か35分前ぐらい、うん。俺と交差するか、俺が出る頃に、ウェイってなるかじゃん。うん、で、俺がこう、まず行った時にはもういたわけ。え、何時からいんのって言ったら、うん、したらなんか俺はもう2、30分前からいると。今日楽屋入りして、楽屋に荷物置いた流れで湯船をために行き、で湯船が溜まったタイミングが大体その1時が本番だったらこう12時前後ぐらい、11時55分ぐらいから入浴剤も入れたり、うん、アヒル浮かしたりして、うん、俺はメメとヒカルを待ってた、ずっとみたいな、うん、俺ら友達だろみたいな、うん、そうそう、急になんかそのギアが6に上がったみたいな感じで来られたから。まあでもそれをさ言われるまでさ、だってメメもね、そうだ、そのステージ上で言う前に、俺らって風呂友だったんじゃないのっていう確認を楽屋でさ、髪の毛びしょびしょの状態でか佐久間の楽屋に行ってさ、あれっていうのやったんでしょ。で、あ、ごめん、一緒に入りたかったのにみたいなリアクションを佐久間からもらえると思って、メメは髪濡れた状態でこうポツンと立ってたら、うん、その時の佐久間の反応が、うん、どうしたでしょ。こっちがどうしたんだよって感じだったわけでしょ。俺はこの格好で佐久間くん思い出してよ、風呂友っていう状態で立ってたら、鏡越しに佐久間にどうしたって言われたでしょ。そこでもう俺はもうダメだって思ったわけ。風呂友の絆はってなったのが、まあ、あいつが必死に取り返してきた。そうそうそう、で、それだからまあちょっと、でもその後はめっちゃ、だから、めっちゃ入ったし、佐久間くんとも。だからもう今は、だからこう、なんつうの、こう、全体がフロート、フロートもの輪が広がったみたいな、人が増えてきたみたいな感じにはなってるよね。そうだから、なんだろうね。仲が良さそうに見えますが、実際どうとかって、普通に仲はいいんだけど、いざって時に話すのが、ちょっとメメあれ話そうよって感じで俺とメメが同時に喋るっていうのも、メメがちょっと聞いてくださいよってやったり、俺がねちょっと聞いてよってやって、裏で二人でクスクスみたいなのが多いからっていうことだよね。そうだね、仲はいいですよ。まだエピソードじゃ一つとしたら今の感じとかね。そう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 、もうこんなもんじゃないけどね、いろいろ話すとしたら、まあ、また話せる機会があれば、はい、1年後じゃなくてお願いしますね。お願いします、はい、以上そのトークのコーナーでした。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、文化放送からお送りしております藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、改めまして岩本ひかるです。目黒蓮です。続いてはこちらのコーナーをお送りします。スノ会議、リスナーの皆さんから送ってもらったテーマについて僕たちスノーマンが討論するコーナーです、はい、それではメールを紹介していきましょう。じゃあ山本くん、ちょっとお願いします。フロトモで盛り上がっちゃったからね。東京都なおちゃんからです。スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。私は今克服したい食べ物があります、はい、それは抹茶です。お、小さい頃から味が苦手で今まで避けて生きてきました、うんうん、ですが世の中は抹茶味のお菓子やスイーツで溢れていて、いつしか私も抹茶を克服して美味しく食べれるようになりたいと思うようになりました。また目黒くんが抹茶好きというお話を聞いてから、うんうん、推しが好きなものは私も好きになりたいとより意識が高まりました。おお、嬉しいな。そこでメンバーの皆さんで会議していただきたいのが、抹茶が苦手な人に好きになってもらうためには何から食べ始めるのがいいかということです、うん、
よく抹茶が嫌いなのは人生損してると言われます。なので、うん、どうにか数年後には抹茶大好き人間になっていたいです。ぜひ討論よろしくお願いします。これからもお体に気をつけて頑張ってください。ドームツアーの成功を祈りしています。おお、ありがとうございます。めめは抹茶いつから好きなの？もうちっちゃい頃からずっと好きだった。最初はうわ苦とかっていうのもなくよ。なかった、もう物心ついた時から好きでした。物心最初から何その告白みたいな。物心ついた時から好きでした。好きでした。好きだったんだね。はい、抹茶が食べれない人がこう食べれる、うん、何から食べ始めるのがいいかだって。いやそれはもうね、そうですね、藤谷さんお菓子か藤谷さんにチョコっていっぱいありますから。ケーキの方が食べやすいのかな。それよりもなんかこうフィアンティーヌとか。いや逆にだから、うん、そう、本当プロの方たちがいるわけじゃん、もう、うん、もうガチプロの意見、プロの方たちの意見聞きたい。プロの方たちの意見もちょっと踏まえて、めめ、うん、の意見も踏まえて多分聞きたいと思う。なおちゃんさんを。オッケーオッケー。じゃあ俺の踏まえる、俺も踏まえるわ。そうそうそう、プロの意見踏まえた、めめの意見も踏まえてちょうだい。じゃあ岩本くんの意見も踏まえて。俺はだ最終的にちょっと遠くから見てるからプロがプロじゃないですかって。ありますよね、だってたくさん。 どこから入ってほしいですかね。抹茶からケーキ。ケーキからですか。うん、そうですよね。ケーキ、あ、ケーキね。やっぱ今のその藤谷さんのプロの方たちの意見を聞いた上で、でも俺はケーキ、うん、俺もね俺はじゃなくて俺もそれは俺も間違えた間違えた俺はってなると藤谷さんをこう手で押さえて自分が前面に前出てきちゃってるけど、それは一緒に肩組んで歩いてきてる感じだから。俺もそう、俺も肩組みたいから俺もケーキね。え、山本君は。じゃあ俺はケーキ俺もか。もうなのよ。それも肩組んじゃってるから。そうだね、みんなで肩組んじゃってる。いや、ケーキだって。いやでもやっぱケーキはうまいよな。ケーキ、まあめめも俺も藤谷さんもみんなが抹茶のケーキをしているということなので、うん、なおちゃんさんにはぜひ抹茶のケーキをね食べてほしいなというふうに思います。はい、はい、以上その会議のコーナーでした。はい、それでは一曲聴いていただきましょう。曲紹介をめめお願いします。はい、いよいよリリースされましたスノーマンサードアルバム I Do Me から聴いてください。スノーマンで。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。それではここで藤谷からのお知らせです。ルックチョコミントピンスが5月16日より新発売。韓国で話題のかき氷ピンスをイメージしたミントチョコレートの2種アソートです。すっきりとした風味のすっきりミントとまろやかな風味の優しいミントの2種類、それぞれフィアンティーヌを入れかき氷の食感を表現しています。それではいただきます。おー、すごい。あ、かき氷ピンス。ピンスって俺初めて聞いたねえ。うん、いただきます。お、うん、おお、すごい音が聞こえた。サクサクしてるよ。あー、これは美味しいですね。どうですか。うん、爽やか感があって、うんうんうん、これは何個でも食べれるいい塩梅。あー、爽やかなすっきりした感じが。でもチョコの感じもあるし、うんうんうん、ちゃんとミントの感じもあるし、チョコミントならではのスースー感。うわ、いいですねピンス。じゃあ僕もいっちゃっていいですか。お願いします。そして藤谷洋菓子店では、うん、ザクザクチョコミントケーキが発売中。お、ザクザクしたチョコの食感と爽やかなミントのチョコミントケーキ、ルックチョコミントピンスを2種トッピングしました。お、それではいただきます。美味しそう。本当だ、ザクザクしてる。美味しい。うん、うまい。チョコのこのなんか濃厚な甘さと、でもやっぱりチョコミントだからやっぱ爽やかな。めちゃめちゃ美味しいですね。チョコミントって言うんだね。チョコミント好きな人のこと。あ、そうなんだ。しかもさ、ほらこれ岩本くんもさ、ザクザクチョコミントケーキ用意していただいてますけど、そこなんて書いてあるんですか。ひーくん30歳おめでとうって書いてある。うん、おめでとう。ありがとう。
うわすごい可愛いじゃん、めっちゃ可愛くない？うん、うわうまい、美味しい。だってチョコね、大好きだからね。ここでリクエストが来ています、うん、はいはい。本日試食いただいたのは韓国で話題のかき氷、うん、ピンスをイメージしたルックでしたが、はい、最近メンバーの皆さんの中で話題やブームになっているもの、ノリなどあれば教えてくださいとのことです。ねめどうですか、うん、これはブームっていうか、まああれか、フロトモじゃないですか。ここでこれはここの中でだ。メンバーの皆さんの中で話題じゃん。これはこれ俺とめめかっこ佐久間の中ででしょ、うん。いやちょっとね話しちゃってるけど、やっぱこれに尽きるかなって。今はなんかねブームなんだよ。多分一番熱い、熱いんじゃない、ちょうどいい湯加減ってこと。ちょっとそういやそううまいこと、うまいこと言うのうまいよね。ちょうどいい湯加減だよね。そう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 、ちょっとお風呂入りたくなってきちゃったじゃないですか。いやなんかちょっとあのブームって言ったらまあやっぱ風呂ともなのかなっていう感じかな。よかったよかった、うんうん、冷めないようにね、湯冷めしないように、はいはいはい、商品の画像は番組ツイッターでチェックしてください、はい、皆さんもルックチョコミントピンスとザクザクチョコミントケーキを食べてスマイルスイッチしてください。藤谷からのお知らせでした。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、文化放送からお送りしてきました藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、エンディングの時間になってしまいました。ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。はい、スノーマンのサードアルバム I Do Me が現在発売中です。このアルバムを引っ提げて5月26日からスノーマン初の4大ドームツアーを大阪、東京、福岡、名古屋で開催します。来ていただけるという方は、楽しみにしていてください。お願いします。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています、うん、普通歌、素の告白、私実は、うん、素の会議、素の迷い中など番組宛にたくさんのメールをお待ちしています。メールアドレスをめめお願いします。はい、snowman@joqr.net snowman@joqr.net です。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご覧ください。お願いします。お願いします。いよいよお別れの時間が近づいてきました。いやいや、フロトモの話で盛り上がりましたけどね、ちょっと盛り上がりすぎちゃったかな。いや今回の、まあ、こうスノーマン初の4大ドームツアー、うん、この4大ドームツアーは、うん、おフロトモはどうなっていくのかっていう。そうだ、でも5月26って言っても26、俺もフロの方に目いっちゃってまあその4大ドームツアーのお風呂での事情もね、そうそうそう、裏でのね、はい、まあ、何かでね、うん、こう発信していけたらなと。そうですね、まあ、そこもね楽しみにしていってほしいなと思います。お願いします。お聞きいただいてありがとうございました。今夜のお相手はスノーマンの岩本ひかると目黒蓮でした。それでは皆さん、バイバイ。藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、この番組は藤谷の提供でお送りしました。